でね、私たちあのメンバーの間でも暇があればアマングアスやってるぐらいめちゃめちゃドハマり中のゲームなんですけれども、今日はそれをねオンライン対戦でやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。いわゆる人狼ゲームみたいなアプリなんですけれども、これはインポスターになった人が人狼で、クルーメイトってなった人たちがいわゆる市民みたいな感じで、市民のクルーメイトたちでインポスターを見つける。そしてインポスターは逆にそのクルーメイトたちを一人ずつねバレないように倒していって、どちらかが勝つというゲームになってます。で、それでは早速やっていきます。はい、ということでですね、作って待ってたんですけど、あのパブリックで探して自分が入ればいいんやっていうことに気づきました。入りますね。あ、入れた。すごい、もう9人いる。ちょっとなんか緑やからちょっと色変更しよう。イエーイ、10人だ。あー、最近ずっとクルーメイトばっかりだったので、ちょっとインポスターになってみたい気持ちあるんですよ。でもインポスターになるといつも下手っぺすぎてすぐバレてね、あの結局倒されちゃうんで、どうなんかってところではあるんですけど、インポスターになりたい。クルーメイト頑張る。インポスターのあぶり出しですね。で、インポスターじゃないクルーメイトはですね、あのこんな感じで地図を開いたらびっくりマークがあるところがあるんですけど、それのねミッションがありまして、このびっくりマークのところに行ってミッションをね一つずつクリアしていきます。まずはダウンロードするというねミッションですね。で、このミッションしている間にインポスターがね来てキルって言って殺されてしまう可能性もあったり、あ、すごい議論が始まりました。何でしょう。この世界の方と対戦しているので、こういう風にチャットでね会話するんですよ。俺と。で、投票タイムというのもこの後にありまして、こんな感じで誰が人狼インポスターなのかをあぶり出していきます。レッドですね。レッドに投票します。あ、来た。あれ、誰も殺されなかった。あれ、なんででしょうか。で、ちょっとあの私がここであの真ん中にねボタンがありまして、こちらで押せるようになっているので、こちらでもねディスカッションができます。レッドですね、きっと。レッドに投票します。赤が投票スキップするっていうことは怪しい。イエーイ。ということでクルーメイトの勝ちですね。こちらはやった。ということで違う部屋に行ってみたいと思います。すごい、クルーメイト祭りですね。さあ頑張っていきましょう。こんだけ人数いたらね、きっと誰かが見つけてくれるんじゃないかなと思いますね。はい、矢印の方向に向かっていきます。はい、でね、部屋の中に2人になってしまう状況とかが作り出されてしまうと、インポスターにねちょっとやられてしまう危険性があるので、ミッションしながらも周りもね警戒してやっていかないといけないゲームですね。よし、タスクコンプリート。黄色の人は2人になったんですけど、キルしてこなかったのでインポスターではないのかなと思います。さあ次の矢印、ビックリマークのところですね、向かっていきたいと思います。あ、誰かが押した。なんだ、青が死んでいる。あ、ピンクが押してる。レッドと言ってる。レッド、オッケー、レッドですね。レッドに投票しましょう。こんな感じでね、あのディスカッションがね行われて、こう誰に投票するかっていうのがね決まっていきます。これね、日本語もいつか対応できるようになったら嬉しいなと思いますね。どうなんでしょうか。これはね時間が切れてしまって、その時に投票してなかったらねもう自動的に終わってしまうのでっていうことはありますね。あ、え、なんか投票されてんだけど、なんでなんで、何が怪しかった。イエーイ、はい、ビクトリーしました。さあ行くぞ。さあ始まりました、インポスターなってみたい小川です。インポスターあぶり出し作戦。さあどうでしょうか。すごい雪ですね。雪のところ、まずこっちじゃなかった、あ、そこですね、こちら中に入ってミッションを増やしていきましょう。これはね全部ね徐々にちょっとずつタッチしていって全部なくすっていうミッションですね。あ、なんかしまう。全部同じ方向に揃えて
こだ、こっちかな。あ、ちょっと待って、さっそうとやられましたけども、ミッションはクリアしていきたいと思います。え、悲しい、誰か気づいて誰か気づいて、ちょっと気づいて、お願いお願いします。すごい、みんなこっちに溜まってるんですね。あっち側にはなかなか行かないので、まあ、ミッションをクリアします。誰か気づいてくれた？負けた。もう一度行きましょう。フルメイト。さあ頑張ってね、自分で話し合いに持ち込んでいきたい。さあ鍵を入れて、はい、コンプリート。さあ誰なんでしょうか。ミッションをちょっとずつクリアしていきましょう。怖い。もうどうしていつも最初に殺されるの。もう強い強い、悲しみ。ミッション終わったよ。誰や、黄色やったかな、違う、あれ緑じゃなかったっけ、黄色やったっけ、あれ忘れちゃった。あ、黄色だったんだ、やっぱり。はい、というこんな感じで遊べるゲームでね、あの知ってる方ともやったらより一層盛り上がったりすると思うので、皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで今日も見てくれてありがとうございます。ひよかとチャンネル登録、そして私の Twitter、Instagram もフォローよろしくお願いします。くーちゃんでした。バイバーイ。